はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今回はパソコンゲームストレンジテレフォンというゲームをやっていきましょう。このゲームどういうゲームかというと、奇妙な世界を旅する 2D アドベンチャーということで、電話番号によって自動生成される奇妙なドットの世界を旅するマルチエンディング 2D アドベンチャーということで、まあ、システムを説明すると、唯一現実とつながっている扉のある世界に脱出するには鍵が必要なんですが、そこに6桁の番号を、かけることに様々な奇妙な世界に行って電話を切るとその世界に戻れるということで、そこの奇妙な世界で鍵を見つけるといった感じになると思いますので、早速遊んでいきましょう。少女がいますね。この少女、おお、びっくりした。シャコ、あ、ショコだった。ショコ、目覚める設定。特に何、ショコはオブジェクト。あ、まだこれを、あ、こんだけあるんだ。はい、ということでじゃあ、ここら辺はいいでしょう。とりあえず目覚めてみましょうか。目覚めよ。一つ目の記憶を呼び覚ましますか。呼び覚ましていきましょう。この主人公は、あ、このゲームは主人公のジル。あ、ジルっていう、さっきの女の子かな、と電話のグラハムが協力して閉じ込められた世界から脱出するアドベンチャーゲームです。あ、これさっき説明したね。唯一現実つながっている扉のある世界、ここから脱出するとには鍵が必要です。電話を切ると元の世界、6桁の番号に電話をかける。なるほどね。ここに最初いるんだけど電話をかけて様々な奇妙な世界に行く。電話を切ると元に戻るよという感じですね。ここに鍵があるってことでしょ。 OK。散策を続けると様々なアイテムが手に入ります。気になる場所を使ってみると何かが起こるかもしれません。グリッチ。電話をかけた世界に居続けるとグリッチが増え続け、徐々に世界が崩壊していきます。知り合いと電話番号を交換することでより多くの世界を知ることができるかもしれません。様々な番号に電話をかけてストレンジテレフォンの世界をお楽しみください。なるほど。でも結構その電話番号があるってことなんでしょうね。やっていきましょう。いや、ドットいいね。やっぱり大好きなんですよ、ドット。かわいい。普通にこう操作する感じでこっちには行けない。おお、行け、戻った。じゃあ電話かけていきます。でもどこにかければいいんだろう。これはなんだ。シャープ612米5、これにかけてみましょうか。うわ、何これ。ファーストコール実績ロック解除。全然わかんないじゃん。もやがかかってるんだけど。お化けがいるね。あ、特に、あ、もう、あ、こっち行けるんだ。でも全然もやがかかってて、うわわわわ、なになに、ホラーホラーですか。やめてください。ボーンボーン、ハテナって書いてある。視界が荒れていてこの状況では何もわからない。何か分かるアイテムがないといけないようで。うわばばば。あ、これ番号違うんだ。あ、すごい、全部番号違うんだ。あ、やばい、全然分かんない。ちょっと切ってみましょう。なるほどね。なるほど、なるほど。でも視界が悪すぎて何も分かんなかった。これはなんだ。これ取れないのか。あ、ハテナになってるね。太陽のランタンを手に入れた。あ、これでさっきのところに行ったらいいんじゃないかな。かけてみましょう。最近こうやって電話をかけることがないよね。使用してみましょう。存在が不安定な空間を照らし安定化させる。あ、綺麗になった。これは1847。ちょっと待って、これメモしとかなきゃいけないやつでしょう。184733。はい、184733。 OK。 じゃあとりあえず戻ってみようか。電話切ります。でここにかけていきましょう。はい、今さ電話番号かけることってないよね。昔俺が小学校の頃かな、まだそのスマホとか流行ってなかったから友達と電話するにも家電を使ってたけど、今家電って全くかけないよね。最近の子って電話もしないんじゃない？全部 LINE とかで済ますから。古い形の電話機のようだが何者かによって壊されている。うんうんうん。
サーチデバイスを手に入れた。どうやって何を使うの？サーチデバイス。電話を強化し番号により生成される世界を先読みできる。ほう。おばあ、これ繋がってるから別に番号打たなくてもよくねと思ってしまったが。寂しそうな顔をしている。ウサギがいるじゃん、ウサギ。このウサギを取って、あいつに渡してもいいんじゃないかな。あ、ウサギ死んでる。さっきのウサギ死んだのかな。誰かのお墓みたい。ウサギのお墓じゃないの。こいつのお墓じゃないのか。なんかすごい世界だな。うわー、気持ち悪い。うわ、なになに、あー、ビーム、なにこれ、なに。こいつは話しかけれない。とても寒気がする。近くにいると吸い込まれそうだ。やめとこうか。でてっと、なんか楽しそうな、楽しげな音楽。パリピかパリピ。椅子、古びた椅子だ。なんかでもランタン使ってるけど、だいぶなんかグリッチが溜まってんのか。これ一回戻んなきゃいけないのか。ああ、なるほどね。で、先読みを使ってみましょうか。サーチデバイス。ここじゃ使えないんかい。これ何？他、適当に打っても入るのかな？削除して。適当に入れてみましょうか。俺の誕生日とか、誕生日とかって入るのかな？どうやって打つんだっけ？あ、こうか。どうしようかな。6桁でしょ？0320。あ、分かった。これでいいでしょ。キャンディーズランド人気。なんか俺の誕生日パリピやな。うん、特に何もないんだ。つまらんな。第一安全。特にここもアイテムがない。いろんな電話番号をかけて。あ、このマップすこなんか好き。こういう9月みたいな。9月マップすこ。何もなかったけど。ムーン。あ、寄生獣のキャラだな。これ寄生獣のキャラでしょ。これ絶対枯れている。あー、なんか水とかあげればいいんじゃない？不気味な目玉がじっとこちらを見つめている。特にそのアイテムっていうアイテムがまだ見つかってないから話が進まないよね。さっきの枯れた花とかも水をあげればいいんだよ。覚えておけばよかったな。なんか水をあげるバケツ的なものがあるんじゃないかな。ないのかな。もう番号打つ気がないって。あー、戻った。自動セーブ。なんだこれ。スキップって書いてあるけど、なんだこの目玉よ。目玉、おい。マキシマムグリッチナンバー5。死んだのか。なるほどね。どっからがセーブしてなかったから結構戻るんじゃない。あ、でもあるね、一応。あ、なるほどね。だから居続けたからグリッチが溜まって死んでしまったっていうか、まあゲームオーバーになっちゃったってことだと思うんだよね。なるほど。どうしよっかな。適当に番号かけよっかな。よし、行ってみよう。ん、こいつはなんか攻撃してくる。こいつは特に話しかけれない感じかな。話しかけれないね。あ、これ死んじゃった。食らうのね、それ。オッケー。あ、違うエンディングを見れた。ディスコネクト。なんかエンディングどんどん回収、バッドエンディングをどんどん回収していってる。よし、行こう。あ、これなんか2つ、何これ。いいね、どんどん、なんか分かんないけど回収していってる気がする。どうしようかな。
奥さん、うんうん、わかんねえ、ゼロゼロ、どこでもいけ、あ、結構何でもいけるね。あ、でもキャンディーだから、もうパターンが分かれてるのかもね。やばいやばい、こいつ死ぬ。アイテムが欲しいんだけどな。お、かっこいい、なんかイケメン忍者みたいな。豪気だ、豪気。どこか寂しそうな目をしている。特にアイテムらしいものがないんだよな。あ、グリッチここに書いてあるんだ。全然見なかった、ごめんなさい。5になったらいけないってことでしょう。4ぐらいで帰ろうか。あ、またこいついるじゃん。特にないんだよな、アイテムが。なんかあるんかな、どっかあるんかな。この、あ、やばい、こいつ、やばい、よいな、あぶねえ。ちょっとどこ行こうかな。適当に打ってみましょう。お、初めて来た。シャッターが閉まってやかない。ちょっとここ覚えとった方がいいかもしれないね。184625シャッターなんか開ける方法があるのかもしれない。あ、こういこう、なんていうの、横から行ったのっていうのはもう決められたところしか行かないようになってるのかもしれないね。で、番号で直に当てていかない、直で当てていかないと特別なところに行けないと思ったけど、そうでもなかった、普通に行けたわ。燃料が不足。18、うわ、これ面白いね、なんかたくさん、ロケットたくさん番号集めて、で、いろんなアイテム回収してって、いろんなエンディングがあったりとか、次のストーリーがあったりっていうことがあるんじゃないかなと思うんだけど、気持ち悪い。シンプルイズ気持ち悪い。鎌を手に入れた。鎌は何に使うんだろうか。切れ味の鋭い刃物。さっきのさ、お月見のところでさ、鎌を振り回したらさ、あ、こいつに使ってみようぜ。あ、やばい、待って、その前に、あ、死んじゃった分かってたんだけどな。あー、これなかなかこうできないね、悔しいな。目覚めましょう。あ、でもさ、これアイテム欄クソあるってことじゃないのかな。これどうやらスマホ版があったみたいなんですよ、元は。で、それでバージョンがアップっていうか、たくさん機能とか、多分マップとかが増えたんだと思うんですよね。で、エンディングも増えたみたいなんです。765、適当に。で、こういうのも使って、あ、間違えた。シャープとかね、使っていこう。あー、外した。多分外れたらこういうマップに行くんじゃ。おー。知らないところに、こんにちは。無限の、なんていうの、読めないあ、じょうろだ。これさ、さっきの枯れた花のところに行けばさ、いいんではないか。双眼鏡、なんかめっちゃアイテム手に入るんだわ。レンズを通して見た特定の物質を具現ができる。具現化か。何を具現化するんだろう。こいつとかちょっと具現化してみましょうか。あれ使えない、双眼鏡使用、使えないね、関係ないか。ここもまだ行ったことないね。リペア用のネジ、あ、さっきのロケットの、あ、でもあれシャッターじゃなくて、あれは燃料がないって書いてあったよね。もう番号全然打ってないけど双眼鏡、あ、戻しちゃった。ちょっと戻りましょう。面白いな、いろんなところに行ってみよう。他に番号なんかあったっけ。番号、適当に行きますか。
チャル。ここはこいつさ、枯れるんじゃねえ。あ、枯れた。体ぶれしたが元気そうだ。あ、特になんもなかったか。あ、でも切れたね。読みは当たったかも。なるほど。あ、墓は何もない。枯れたのってどこだったっけ。このシャッターはね、気になるよね。閉まって、シャッターを開けなきゃいけない。シャッターを開けなきゃいけない。シャッター開けない。こいつも全員勝ってやるぜ。使用。えい。元気そう。おお、フリーズした。えい。あれ、使えない。四角でやらないといけない。分裂したけど特に意味はないんだよな。やばい、ちょっと戻りましょう。このちゃんと気にしなきゃいけないっていうところもすごく面白いよね。どうしよう。3、どっか行け。コール10回目。特にないな。でもん、ここは行ってないけど何もなかった。うさぎ、うーん、ちょっと番号当てに行かなきゃいけないのかな。枯れたのってどこだったっけ。うわ、メモしとけばよかった。とりあえずもう番号無視で。これネジだ。何がないって言ったっけ。燃料がないんだよね。燃料もどっかで手に入るんだと思うんだよね。具現化できるのもよくわかんないしな。これで使ってみる。これか。関係ない。使い道がわからんな。具現化する。あ、ここはもう回ったね。よーち、番号なんかないかな。俺の番号の6桁目まで。あー、ないな。ここで切れるかな。何も起こらない。何も起こらないって言ったね。でもこれにさ、水を消す。消えてしまった。あー、特にないか。何かないかな。火消したところでなんだけど、全部消してみようか。あ、結構シビア。判定シビア。あ、なんかでも出てるね。激しく燃える。カメラもあるね。写真を撮って異世界転送できる摩訶不思議カメラ。パシャ。あ、これスクショ撮ったみたいなことなのかな。やばいやばい。これさ、メニュー開いてる間も溜まるんじゃ、溜まってるんじゃね。いやー、謎が全然解けませんな。適当にここの火を消してウサギさんを助けてあげるとかもないか。特にないね。枯れた花のところに戻りたいんだけど、ここ何なんだろうなぁ。あ、書いてあった。標識面に意味あるのだろうか。ここでは使えないようだ。違うんだ。燃料でしょ。どこに
さっきのさ、あ、これもう書いてないんだっけ。あ、消しちゃったんだ。電話帳消しちゃったんだ。あ、なんか、あ、これさ、マップが書いてあるんだね。この、あったあったあった、おお、一発じゃ出た。ほら、これをやりたかったんだ、俺は。いけ、元気になれ。おー、元気になった。蘇った。何かを手渡してきた。青い花、青い花、どっかで使えるとこあった？ちょっと戻ろうか。青い花、青白く光る、とてもいい香りのする花。わかんないな。くれたのは嬉しいんだけど、特に使い道がよくわかんない。これがなんかヒントになるのか、先読みするってやつなのか。標識、なんだこれ。あー、キャンディハン、わかりづら。何もない。うん、俺の好きなステージ。ここもなんかあるくんかな。竹はまだ育っていないみたいだ。じょうろじゃない、じょうろで育ててあげる的な。あー違ったか、果てが外れた。あとは特にないしな。なた、これ使ってやる。竹は枯るほど育っていないようだ。育てなきゃいけない。はあ、全部のマップに意味があるのかな、もしかして。難しそうな方が並んでいる。燃やす。燃やすアイテムなかったっけ。なるほどね、なんか分かってきた気がする。全部一ステージに一個何かしらのイベントがあるんじゃないかなと踏みましたが、特にこの電話が発することもなく、ここに一輪の花を添えることはできますでしょうか。特にできませんでした。あ、このババなんだったっけ。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。寂しそうな顔。待って待って、795248、違った番号間違えた。あれ、なんでさっきのババのとこに行けると思ったんだけど。ダーク、ここは何かある？特にないのかな。ないところもあるってこと。ここ気になるよね。たくさんの書記になってね、下の扉鍵がかかっているようだ。ここはちょっと鍵がいるんだね。79524シャープ。このネジは何、ネジは何に使えるんだろう。ネジ持ってなかったっけ。何かを修理するネジ、壊れたものあったっけ今まで。ん、壊れたもの、壊れたもの、壊れたものはどっかにあったっけ。これも気になるんだよな。ペロ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 、華経院。どうすればいいの。あった、あ、具現化できる、これじゃない。なんでジョール使ったし。ちょ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 、これ、これ双眼鏡が具現化できないのはなんでなんですか。あ、こいつ、ちょっと待ってよ。795252795279775252、こいつを具現化できるんじゃないですか。使ってみましょう。何の反応もないんだが。あ、花あげると、おーおお、当たった。おー、何これ、番号書いてないんだが。おお、かわいい。何こいつ、
目つきは怖いが何か持ってくればいいことしてくれるし、なんすか、なんすか、お金ですか、これですか、何は気になるな、これですか、ネジですか、あ、間違えた、ちょっと待って、今のメモっとこう、ここ多分大切なポイントだと思うんだよね、これをメモっとく。ここからでしか行けないってことでしょ。でこれで青い花をあげないといけない。何を持っていけばいいんだ、ここちょっとレアなステージなんじゃないかな。うわ、これ気になるな、こいつ何かっていう、このざっくりしたのが全くかん、ネジが欲しい、カメラかな、写真撮っとく分からん。まあでも新しいとこ見つけたね、よかったよかった。お、ベッド、ここは初めてじゃないかな、ふかふかのベッド。古びたランプで、電源は入りそうだが電球がない。なるほど、ここはちょっと電球もいるんでしょうね。795253、ベッド、扉もあるね。ここ結構面白い、たくさんなんかありそう。古びたドアだ、鍵がかかってる、鍵穴が存在しない。ん、何も書いてないな。下の扉全部かかってるんだ、鍵が。月金に、やばいやばい、溜まってる、危ない、危ねえ、今死ぬとこだった。さてさてさて、いろいろ見て回ったの、どれかちょっと見てみたいよね。はてな、いいもの、いいものとは何なんだろうか。お金かな、やっぱり。これ何だったっけ、寂しそうだったっけ、寂しそう、なんかおもちゃ、これとか、おもちゃ、おもちゃないしな。はい、お、消えた。あ、こうやって遊んであげるってこと違ったみたいだね。あ、この人なんだったっけ、寂しそう、この人も、えい、何も起こらない。だってこの人もえいしよう、大先輩にえい。あ、この人消えないんだ、なんだ、なんでさっきの人だけ消えたんだ。お、花をあげると、青い花を少し分けてあげた、表情がやらぎ、何かを手渡していた、手紙、はいはいはい、手紙ですか。さっきのさ、忍者に渡すんじゃね、分かったかもしれん、久々に冴えている。ほら、この忍者にさ、同じ寂しい人じゃん、ぼっちじゃん、ほれ使えなかったぼっちの当てが外れたんだが、え、でもこの人も青い花でなんとかなるんじゃないかな、使えない、この人には使えないんだね。手紙、手紙、手紙、誰宛てなんだろう。さっきのサキバスのとこ、サキバスじゃねえわ、あそこ行ってみよっか。あ、間違えた、こっち行ってみましょうか。こいつに手紙渡せないかな。てか青い花が使いすぎて困るねめっちゃ使えるんだが、この子に手紙渡してみよう。さあ、違った、手が外れた、誰宛てなんだよ、書いとってくれよ。じゃあどこ行こうか、適当になんかアイコンが出たとこ行ってみるか。ここ行ったよな、
水かけても変わんなかったし、あれ火が消えるだけなんだよな。こいつ何だったっけ、レストランが出ている。ここはもうじゃあ用はない、用済みと。ここもわかんねえんだよな。特に何があるわけでもないし、水かけたところでなんだよね。ここ行ったっけ、これ具現化できねえかな、使えない。何なんだろう、使い方がわからんわ。あ、双眼鏡戻しちゃった。これでも使えってことなんじゃないの、違うんだ、難しそうな方が流れてる。ベッドでしょ、ふかふかのベッド。ここあったっけ、月はまだ登っていないようだ。でここは入れないはず。で本棚たくさん並んでいるみたいな。古びたランプ、電源、電球がない、やばいしょ。鍵が必要、鍵ないんだよな。ふむふむふむ、どうしましょう。もうとりあえず番号を当てに行くしかないよね。だからこれやってる一つからみんなで共有するっていう形なんだと思うんですよね。はてなはてなが2個になった。行ってみよう。壊れた柱、具現化とりあえず具現化できないか。これもなんかな、成長してないっていうしな、成長させてほしいんだけど、どうすりゃ成長してくれるんだ。何も起こらない。この標識もわかんないんだよな、何を示しているんだろうか。とりあえず水かけてみる水か花で何度かやり過ごせる説あるんだが、関係ないか、さすがにね。あ、切ってみる、音は鳴るんだね。ここは特に何もない。無言、これも何なんだ、全く分かんねえな。とりあえず水、水か花をやっときゃなんとかなる。何も起こらない。じゃあ花、花はなんか生き物に使う感じするよね。わあすごい、すごい量の花粉。カットしまーす。避けられた、避けられた。なんか具現化できねえかな、ちょっと死にそう。いやー難しい、詰まったな。お、行ったことないと思う、適当に打つべきだ。あ、行ったことありました、すいません。無言なんだよな、喋ってくれよ。無言なんだよな。これにさ、お花添えたらいいんじゃない、誰かが死んでるんでしょ。お、できた、月が星に昇る。どっかさ、さっきのところさ、まだ月は昇ってないようだって言ってなかった、あそこに行けば。番号見てなかったけど、双眼鏡のところに戻る。あ、こんなんあったっけ、標識変わったね。双眼鏡で見る、ここでは使えない、なんで使えないのか。あれ、なんかでも標識変わってるよね、同じとこ。うわー変わってる、なんだなんだ。あれ、こんなやついたっけ、
やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。こいつを倒さなきゃいけないのか、俺は。具現化。具現化。なた、なた。死ね。お、倒した。やった。おう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 。ああ死んじゃったよ。